はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。本日はですね、ヤフー知恵袋に投稿されたご質問にまた私が勝手に回答していく回なんですけれども、今日のですねご質問は、30歳で司法書士チャレンジということで、友人のですね影響で司法書士にチャレンジしたいということだと思うんですけれども、5、6年でですね年収1500万円を、稼いでいる友人の影響を受けていると。で、稼げないコスパの悪い資格だと司法書士の資格を思っていたそうなんですけれども、実際のところの将来性や年収について教えてくださいというですね、お話でございました。で、なんとですね回答欄に私のですね、私が登場する資格タイムズさんの記事を引用してですね、回答してくださった方がいまして、どうもありがとうございました。で、ですね回答はですと、若くしてですね成功している人もいますと。独立して失敗をしたとしてもなんとかなりますよというね、資格っていうのはまさにセーフティーネットであるというですね、私がインタビューなんかでね答えた記事なんですけど、それをね引用して、ご紹介してくれておりました。だから、まさにですねそうなんですね、資格っていうのはセーフティーネットでありまして、よく独立開業悩んでる人とかもねいるんですけども、私いつも言うのは、やってみてですねダメだったらまた勤務したらいいんじゃないかとかね、いろんなことをやっぱ言っています。それってでもそうだと思うんですね。独立して失敗してしまってもですね、まずそもそも司法書士の独立開業費用ってめちゃくちゃ安いんですね。私昔Kindle でね本を出したことありますけれども、本当にねパソコンなんて大体みんな自分で持ってるじゃないですか。で、持ってなくても別に中古で買えば数万円で買えて、でプリンターだって 2、3万円でねヨドバシカメラとかで買えるので、10万円もかからないぐらいでですね自宅兼事務所で開業すれば、できるわけですよ。で、そこからね、例えばなんかいろいろと備品買ったりとか、なんだかんやですねやって失敗しちゃったとしても借金100万円レベルのね、本当の話なんですよ。これ失敗してね100万円返せない、どうしよう死のうみたいな話にやっぱならないわけですよ。資格さえ持ってればまた勤務したらねその100万円なんかすぐに返せるわけですから、そういう形でですねやってみてダメだったらまた勤務したらいいやっていうくらいの気持ちで、飛び込んでみるっていうのがねやっぱすごい大事だと思うし、それができるのが資格の魅力だと思うので、そういう感じでね、やっていけばいいんじゃないかと思います。だから資格さえ取ったら、あとはですね、稼げたいっていう思いがあるんだったら稼げるような、可能性にチャレンジしていく、失敗したらどうしようっていう、その失敗のリスクが少ないのがやっぱり資格ということですので、それをねよく私すごい思って語っているんでね、ぜひねその記事もまた皆さんに見ていただけたら嬉しいなと思います。あとはですね、もっと言うとですね、司法書士の仕事のって結構増えてるんですよね。相続登記義務化というのが2024年4月からですね始まりまして、相続の需要も増えている。それから会社法人登記の需要なんかもですね、2023年 のデータですけれども、帝国データバンクでですね過去最多を記録しておりますので、以前取り上げましたけれども、そういった形でね、司法書士の業務って間違いなく増えてるんですよ。で、あと少子高齢化でね、成年後見の需要なんかも増えておりますので、自分がね会社法人登記の、分野で活躍したい、相続の分野で活躍したい、福祉の、分野で活躍したい、いろんなね、仕事がある中で、どれもですね市場的にはまだまだね有望な、業界なのかなっていうふうに思いますので、迷わずチャレンジしてみてほしいなって私はね個人的には思いました。はい、そんな感じでですね、今日は司法書士のちょっとねチャレンジの魅力とかね、独立の魅力とかね、ちょっといろいろお話ししました。稼げないコスパ悪い資格っていうのはね、これも間違いなく嘘ですね。稼げますし、コスパもめちゃくちゃいいです。一生懸命ね1年間死ぬ気で頑張ればね、その後の10年本当に楽ですから、ぜひ頑張ってほしいなと思います。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。